あなたも早くなってね、別の人の彼氏に。お風呂上がりです、自然解凍、自然解凍。あなたも早くお疲れ様です。自然解凍ですね。自然乾燥。はい。お風呂上がりですね。あなたも早くなってね。じわじわ、こんばんは。はい、回答済みです。犬みたいで可愛い、ありがとう。あなたもいいよね、コーラの CM 目指せ。こんばんは、こんばんは。はい、ずっとずっと嫌いなやつか、エロい。やる前に見れてよかった。3連休だったんですね、今日。もう知らなかった、曜日感覚忘れてた。フルツルツル、羨ましい。ありがとうございます。こんばんは。よいしょ。アゾック最高に、ありがとうございます。嬉しいです、本当聞いていただいて。トリプルです。こんばんは。トリプルです。すげえ、こんなラフにやっちゃったけど、バトシンがね、配信してるからみんな毎日行ってあげてくださいね。多分15日間ぐらい、2週間ぐらいね、毎日やるのかな。なんで、で、俺がバトシンが終わった頃に配信するんでとか言って、そう、カメラ目線ドキドキ。いや、もうめっちゃボロボロですよ。髪伸びた、間違いないですね。お、サネキ合わせて行ってきたよ。いいね、イケメントイプ。愛してるの響きだけで、バトさん見てきたん。今日終わっちゃってしますよ、多分。さっきやってた。365日めっちゃ良かったです、ありがとうございます。はい、髪の毛切りたいです。恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょう。366日歌ってるよ。
今日歌った一日、うん、アスターアニメ見てますか。あ、いや実はね取りだめして見てないんだよ。だから今日本当は一気に見るはずだったんだけど爆睡してて、明日見ます。明日夕方からなんで、うん、そう、いやめちゃめちゃ素ですよ。もう海自然乾燥してるから今髪、うん、6日も来てや、うん、寝るときもネックレスつけてますね。なんか外すのめんどくさくて、うん、俺基本ピアスとかも外さないからね寝るとき。 So much love from India. I thank you. はい、うん、この T シャツどこなんだ。レイジブルーかって書いてあったかな。そう、もらったものをそのまま着ているので、モノティ可愛いですよね、うん、そうそうそう、可愛すぎて意味が分からない。そうっすかね、うん、首多分縛らないと思う、うん、え、みんなめっちゃ心配するやん、うん、そうですよ、いや来てほしい。すまん。すごい。ロティ可愛い家族です。ありがとうございます。はい。指輪は逆に外さない。俺指輪はね、なんか嫌だ。なんか痛い。痛いっていうか、なんか、指がなんか嫌だ。うん。あれはね、なんか、なんだっけな。ユーライクなのかな、わかんない。あれね、あれはリクが撮って、俺のは俺が撮ったんだけど、そう、多分ユーライクかな。ユーライクの、なんか全部をマックスにしたやつ。そう。顔がいい。ありがとうございます。みんな10月4日来てくださいね、ワンマン。ワンマン来てよ！ワンマン来てくださいよ。ほんとに。YouTube 見てたわ。髪がもうやばい、うん、そう、みんなやっぱ加工とかするんすかね写真。俺ねあんまり加工しないんだよ。なんかあの加工っていうかフィルターはかけるけど、なんか加工はあんまりしないというか、やり方があんまり分かんない。なんか嫌なんだよね、あの目が大きくなるの。めっちゃ目が大きくなるのやりたくない、あんまり。そう、いきますよ。ありがとうございます。あ、結構加工するんだやっぱ。まあ、女の子とかするよね多分。そう、ライブ久々嬉しい、ありがとう。うん、こないだ加工してましたよね。加工、いや、そんなしない。あのね、リクトの写真はね。そう。フィルターかけよう。フィルターかける、俺も。あ、そうなんだ。うん、4日行かないと、死にます。あ、ちょっと揺れてます。なるほどね。25日だ。いや、洗濯機またして、うん、いや、ただ俺はもうあんまり写真、自分の写真をこう、なんだろう、あげたくない。あげたくない、うん、極力もうすげえあげないといけないって時はあげるけど、極力自分の写真あげたくない。リージェントかい、あ、 B6 ね、 B6 いいよね、うん、
なんか爽やかな加工がすごい好き。あのなんかナチュラル、なんかナチュラルな感じ、うん、ねえ、ありがとうございます。うん、なんかもう自分の顔あんまり好きじゃないかな。そう、うん、ライブゴリゴリに加工するの楽しいよ。確かに加工面白いよね。うん、そうすると、いや、そんなことないよ。俺、あんまり顔ちっちゃくないと思う。別に普通ぐらいと思う。みんな誤解してる、あの、芸能パワーっていうものじゃない。なんか芸能人みんな顔ちっちゃい説の魔力に、こんばんは、ありがとう。炭酸飲めない。かわいいな。水産好きじゃなくて私たち、ありがとうございます。こんばんは、ありがとう、来てくれて、うん、今日酒じゃない。そう、芸能パワー、なんか芸能人ってみんな顔ちっちゃいイメージあるけど、俺そんなにぶっちゃけ顔ちっちゃくない。あの、顔、うん、顔ちっちゃくない、うん、わけじゃない。そう、通称撮ると自分の顔の、マジそんなことなくない？翼とかめっちゃちっちゃいじゃん。翼とかダオとかみんなちっちゃい。リコもちっちゃいし、でもみんな、俺らみんなちっちゃいんじゃない？ゆうたもちっちゃいし。そう、俺はもうね、そういうのじゃないんだよ。顔のちっちゃさと言ってないからさ、あの、ただならぬ。あ、バト来てくれてるやん。バト見てたよ、配信。そう、バト毎日やってるからね。こう2週間ぐらいだよね。2週間ぐらいやってんだよね。だから2週間皆さん見に行ってあげてください。毎日、はい、毎日見て、あのアンチヒーロー来てください。そう、あと来てくれてますね。うん、顔の小さい談義やな。うん、そう、2週間ね。みんなダオが毎日 YouTube で、リクがブログ毎日で、でバトシンが15日、昨日かな、昨日からインスタライブをね、毎日やってるので、ぜひみんな、もうみんな毎日なんかやってるっていう。そう、だから、あの、みんなで盛り上げていきましょう。アンチヒーローまで Thank you。 うん、カズマが指長いっすね。そう、指めっちゃ長い。俺ね、指の長さだけはマジで長い。指の長さだけはマジで長いって分かんないね。うん、それちょっと謎だったけど、指だけはマジで長いんだわ。身長、あ、身長は嫌なんですね。でもなんか俺さ、気づいたんだけど、170ぐらいがちょうどよかったのかもしんない。なんか俺でかいのあんまり好きじゃないんだよね、自分が。うん、なんか自分がでかいとなんかでかってなっちゃう。そう、毎日やるのすごい、そうですかね。ありがとうございます。テフェチなので、指輪の長さ、うん、そう、俺意外と大きいんだよね。意外と大きいっていうか結構でかい。なんか俺の結構さ、顔的に結構ちっちゃく見られがちなんだけど、そうそうそう、顔じゃない、あの、身長、なんか顔、まあベビーフェイスじゃないけど、なんか、まあ、動画に見られがちだから、ベビーフェイス、なんかちょっと自分で言うのちょっと恥ずかしかったな今。動画結構動画だから、なんかちっちゃく見られがちなんだけど、普通に高いっていうね。普通に高いんだよね。だからなんかそのダンサーの人とかも毎回、なんかダンサーの振り付けの人とかは毎回、カズマくんちっちゃいもんねって言われる。ちっちゃいから前の方で行こうって言われたら意外とでかくて、そう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 、そうなんですよ、ね、ベビーフェイス自称、うん、ベビーフェイスでしょ。まだまだ
小学生いけるんじゃないかな。そう、グッバイグッバイ君の、グッバイ君の運命の人は僕じゃない。辛いけどいいな、辛いけど、辛いけどいい、否め、否めない、でも離れがたいのさ。 Thank you。 いや、今日は飲まない。うん、今日は飲まないね。今日も寝ます、このまま。ちょっとあと3分ぐらいやって寝ます。やばい。たまにめっちゃ幼い顔しますよね。そうなんですよ、たまにね。いや、コスプレてかさ、もうさ、え、なんか、え、怖っ。この間コスプレしてたよね、俺。あの、みんなで。え、もうあれから約1年経つってこと？つまりそういうことだよね。こわ、マジで。時の流れ。川の流れのように。川の流れのように。やばいね。やっぱり性癖だからな、俺。あの、皆さん次のコスプレはみんな、あの、ポリスコスプレで来てください。お願いします。そう、ミニスカポリス大好きなんでミニスカポリス大好きなんでね、あの、ぜひまたイベントがあったら待ってます。はい、うん、そうっすね。分かりみが深いそうなんすよね、そうなんすよ。また会ったらね。そう、2年連続やだ、うん、最近ハマってること、うーん、特にないかな。ハマってないね、最近は。あんまり、まあ、音楽かな。音楽曲作ったりかな。まあ、25日にね、みんなライブあるんで来てくださいね。ソロライブあるんで来てください。じゃあもうそろそろ寝ようかな。いや、俺ポリスなってもいいけど別に、うん、全然いいけどな、全然いいけど。そう、うん、うん、好きな歌は何ですか。好きな歌かな。自分の歌、自分の歌かな。自分の曲が好きかな。うん。あ、おやすみ。家族のミニスカみたい。ポリスゾンビ。ポリスゾンビ。あ、いいじゃん。いいじゃんとか言って。なんか良くない？ポリスゾンビって。ちょっと傷だらけってことでしょ。なんか血とか。俺、血とかすごい好きなんだよね。血とかすごい好きなんだよ。今なんかもう、初めて見る人とか、もうやばい人だなって思われてるんだけど、血とかめっちゃ好きなんだよね。血っていうか、なんだろう。なんかちょっとあの、すさんでる感じ？すさんでる感じすごい好きだから、別に血が好きってわけじゃないんだけど、うん、血とか好きなんだよね。うん、中二病だから、そうそう。コメントありがとうございます。
いやなんかユニバとかね、違う、俺ね違うんだよね、違うんだよね。まあ確かに今ユニバ行ったら、いやでもちょっと違うんだよね。ユニバにいやいるんだけど、それはもちろんちょっと違うんだよね。なんかこうユニバってさ、こうもうなんかすごい人いるじゃん、あのゾンビ、あのユニバなんだっけ、あのユニバのスタッフの人、もうあの人たちがすごすぎて、なんかもうそっちしか目いかないもん、もうすげーってなっちゃう、あのゾンビのホラーナイトとかさ。けどなんかやっぱこうふといる、ああいうなんか渋谷とか、まあこう仕事とかでね、俺前ね、なんだっけ、一昨年かな、2年前3年前ぐらいに渋谷の、あの渋谷で、あれっす、リハしてて、そう渋谷でリハしてがあって、でその帰り道にこう歩いてたら、あのすっごいもう後ろ姿しか見れなかったんだけど、あの4人組ぐらいのポリスのコスプレした女の人がこう歩いてた時には、もうなんかすごいなこの世界と思ったね。俺絶対そんなあの渋谷とか 歩きたくないからさ、あんまり人が多いとかあんまりちょっと無理だから、なんかすごいなと思ったけど、でもそのなんかなんつうんだろう、まあもちろんそのポリスが可愛いっていうのもあったんだけど、なんかこう日常に溢れてる感じ、こう日常に溢れてる感じがいいんだよね。そうそうそう、日常に溢れてる感じがいいわけ。なんかこうさ、もうユニバとかってなんか別にしててもなんか普通じゃん、普通じゃない、普通っていうか、なんだろう、なんもうこれちょっと伝わってほしいんだけど、これだけ解説したらさ、なんかあの終わるわ。なんかね、普通にこう溢れてる、普通なんだよね、ユニバーでコスプレって。でもこうなんか日常的にコスプレ絶対しないけど、こう日常にでコスプレをして、なんかこっちは普通にさ、俺はジャージってか、もうリハの後だから普通の服着てるわけ。普通の服って何ならもう帽子か深くかぶってジャージ着てるわけよ。その中にそういう人たちがいるっていうのがなんかすごいね。ユニバユニバ、え待って、え違う、ユニバ、えユニバでしょ、やばいやばいやばい。そう、なんかそれがいいよね、それがいいよねとか言って、まあ別に特にそんなその何もないんですけど、その歩いてという見てもなん別に何もないんだけど、なんかこう日常にこう溢れている非日常みたいな、でそこに血とかついてたら最高、血とか、えユニバ嘘でしょ、え絶対ユニバってユニバじゃないよ、ユニバ、それ関西の人やで、それ関西の人だよ、ユニバ、えユニバ、いや関西の人はユニバでしょ、すげえめっちゃみんなディスるじゃん俺の発音。いやなんか俺まわりっていう発音も、俺まわりって言っちゃう、んまわりってよく言っちゃうんだけど、まわりだよね、これ名古屋の人あるあるなんだよ、まわりって言っちゃうんだよね。そう、いやなんかそんな発音、ビアガーデン行ってないっすね、行きたいけど、ユニバ、ユニバ、いやわかんねえわ、わかんねえわ関西の発音は、味吸ってないならいいんだけどさ、そう、あ、おやすみなさい。なんか俺髪乾かさないと傷んでってく気がしてきたんだけど、大丈夫かな、まあいいか。マクド、いや俺マクドとか俺で訳さないから、それマクドナルドってマクドナルドハンバーガーって言ってる、マックのことはマクドナルドハンバーガー、
って言ってるね。髪の毛乾きましたね、だいぶ。そう、乾かした方がいいと思う。うん、マクドナルドはマクドナルドハンバーガー、うん、当たり前体操だからもう、これもうずっと歌っちゃうの、やば。俺自分の曲が好きって言ってたけど普通にこの曲好きだわ。会えないやごめんね、だからもう会えないやごめんね、あなたも早くなってね、ネックレスはクロムハーツです。最近買いました、自分で買いました。朝ごはんの街、やばいっす、ほんとに髪ボサボサだし。まあとりあえず、あの本当に皆さん、ハロウィンは ポリスのコスプレでよろしくお願いします。はい、いっぱいだい、いっぱいだい、めっちゃいいよね。いっぱい聞いてください。うん、カズマくんがかっこよくて幸せです、よかった。ケンタって言われて、うん、カズマくんはハゲても顔がいいから。でも、いやでもハゲは嫌だな、普通に。うん、じゃあみんなポリスで会おう。またまたね、ポリスで会おう。